なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。雲ですか。何か S1 日常が終わった日11ビートを巻き巻きビートを巻き巻き朗読を始めます。雲ですか。何か9スキル検証。うむ、スキルポイントについては置いておこう。ぶっちゃけ増えないことには使いようがないし、気にしても仕方がない。で、鑑定に対して3耐性は取得の条件が全く違う。3耐性、名前通りの性能なら3による攻撃に対して防御力が上がるってことだろう。これを獲得したのはあの忌々しいカエルの唾液攻撃を食らった時だ。あの唾液には多分酸の属性と毒の属性があったんだと思う。その攻撃を食らって酸によるダメージを受けたからスキルが新たに獲得できたんだと思う。ダメージを食らってなのか、その属性を食らってなのかは判断に迷う。熟練度なるものもダメージ量によって上がったのか、継続してその属性攻撃を受け続けた時間経過による上昇なのか、そこら辺はよくわからない。ただここで重要なのは、その属性の攻撃を受けた時その属性の耐性を得ることができるということだ。一度痛い思いをしなきゃならないけど、それを我慢すれば耐性を得ることができる。例えば火の攻撃を受ければ非耐性が得られるんじゃないだろうか。防御面で考えるなら耐性はあった方がいいはずだ。これからは初見の攻撃は死にそうになければわざと受けるべきかな。うむむ、いや、痛いのは嫌だし耐性が獲得できる保証もない。危険な橋をわざわざ渡る必要はないよね。うん、決して痛いのが嫌ってだけじゃないからね。カエルの攻撃で3耐性を獲得して6耐性のレベルが上がった。そう、あの天の声カリの言ってることが正しければ、毒耐性は初めから持っていたスキルってことになる。まあ私クモだし毒使うし、使うからには耐性持ってても不思議じゃない。不思議じゃないんだけど、自分で自分が持ってるスキルがわからないってどうなのよ。天の声カリが言ってくれなきゃ、私毒耐性持ってることに気づかなかったよ。ってことはだよ、私自分で気づいてないだけで、他にもスキル持ってるんじゃない。持ってても不思議じゃないよね。ありそうなのは毒攻撃とかかな。確認できればいいんだけど、その方法がない。試しにステータスとか心の中で叫んでみても何の反応もない。鑑定のレベルが上がれば見れるようになるかな。鑑定のレベル、熟練度。あれ、これもしかしてレベル上げられるんじゃない。熟練度って要は使いまくって習熟した度合いってことでしょ。鑑定が耐性系と同じようにつくづく練度でレベルが上がるなら、使いまくってればレベル上がるんじゃないか。スキルポイントで取得したから、スキルポイントでしかレベルも上げられないって勝手に思い込んでいたけど、もしかしたらいけるんじゃないか。早速そこら銃を鑑定しまくる。壁、床とかのどうでもいい情報が大量に頭の中に流れる。う、ちょっと気持ち悪い。情報型で酔った。熟練度が一定に達しました。スキル鑑定レベル1が鑑定レベル2になりました。酔った甲斐があった。100ほい。1レベル上がっただけだけど、大きな一歩を踏み出した感が半端ない。ちょっとワクワクしながら自分のことを鑑定してみる。スモールレッサータラテクト、名前なし。おお、ちゃんと種族名らしきものが出てる。相変わらず情報量は少ないけど、レベル1の時の雲に比べればだいぶマシになった気がする。しかし私スモールな上にレッサーなのね。なんかこう劣等種って感じ。うん、鑑定で舞い上がったテンションがちょっと落ちたわ。別に期待してたわけじゃないけど、まさか劣等種だとも思ってなかったからな。ま、前世でも似たようなもんだったし、気にしても仕方ないか。それよりも、もっともっと鑑定しまくってレベルを上げねば。上がらない。あの後ずっと壁に向かって鑑定しまくってるのに、一向にレベルが上がらない。ちなみに壁の鑑定結果は、迷宮の壁、だった。
微妙な結果。まあそれはどうでもいいとして、なんでレベルが上がんないんだろう。一番考えられる可能性は、やっぱ一度鑑定したものだと再度鑑定しても熟練度が上がらないってパターンかな。確かにそうじゃないと簡単に熟練度稼ぎができちゃうしな。念のためマイホームの中はくまなく鑑定したけど、レベルは上がらない。熟練度が足りてないっぽい。ということは、鑑定のレベルを上げるためにはマイホームの外に出て鑑定をしなきゃならないってことか。考えてみたら、レベル1の時にモンスターの大群を鑑定したからな。あれで相当熟練度が上がってたのかもしれない。しかし外か、めんどい。せっかく安心快適なマイホームがあるのに、わざわざ外に出るのもな。安全に暮らしたいなら引きこもってればいい。レベルを上げたいなら外に出なきゃならない。どっちもメリットデメリットがあるけど、外の危険っていうデメリットが大きいな。決めた。やっぱここはもうちょっとグダグダ生活を満喫することにしよう。ちょっとくらい怠けたってバチは当たらないよね。10、レベルアップ。マイホームでグデグデしていると、糸に反応があった。記念すべき2匹目の獲物がかかったみたい。ちょうど小腹も減ってきてたところだし、タイミングバッチリだ。スキップ混じりに獲物のところに向かう。我ながら、クモのスキップってすごいシュールだわ。前回は油断して思わぬ反撃を食らってしまったので、今回は慎重に近づく。さて、どんな獲物がかかっているのかな。ヘルロオフロック。カエルだった。またお前かい。なんでやねん。このダンジョン、もっといっぱい他の魔物もいたやん。2回同じ魔物がかかるとか、どんな確率やねん。はあはあ、思わずエセ関西弁が出ちゃったじゃないか。まったく、どうしてくれる。べちゃ。バカな一人漫才をやってたらカエルの唾液攻撃を食らった。二度目の人生にして初めて明かされる驚愕の事実。私、アホだわ。痛みのせいでちょっと冷静になれたわ。今回は耐性のレベルアップはなかった。熟練度が足りないっぽい。まあ、それはいいや。カエルを抵抗ができないように糸でぐるぐる巻きにする。その上から一噛み、ガブー。このカエルも前回一噛みじゃ死ななかったし、多分毒耐性持ってるんでしょ。それでも、身動きできなくして一噛みしとけば弱体化するはず。素早く梱包カエルをマイホームの奥に持っていく。その後すぐに引き返して、壊れた網を作り直す。よし、これで万全。カエルのところに戻ると、カエルはぐるぐる巻きになった状態でも、なんとか脱出しようともがいていた。一噛みじゃそんなに効いてないっぽいな。ガブ。噛みつく。前回は何度も噛みついてようやく倒したけど、考えてみればそんなに何度も噛みつく必要はないんだよね。噛みついた牙から毒を注入し続ければいいんだから。熟練度が一定に達しました。スキル、毒がレベル1が、毒がレベル2になりました。お、スキルのレベルアップきた。これ、初めて聞いたスキルだ。と、スキルのレベルアップと同時に、さっきまでもがいていたカエルが、ビクンと痙攣して動きを止めた。いきなりのことで私までビクッとしてしまったじゃないか。ああ、でもこの様子を見る限り、毒牙のスキルレベルがアップしたから、毒の威力が強まったっぽいね。いいね。経験値が一定に達しました。個体、スモールレッサータラテクトがレベル1からレベル2になりました。あ、なんか体が変。何これ、皮が剥がれてく。脱皮なのか。各種基礎能力値が上昇しました。スキル熟練度レベルアップボーナスを取得しました。熟練度が一定に達しました。スキル毒耐性レベル2が毒耐性レベル3になりました。熟練度が一定に達しました。スキル雲糸レベル3が雲糸レベル4になりました。スキルポイントを入手しました。ちょっと待って。
今ものすごく重要なことをサラサラっと流し読みされた気がしたんだけど、もう一回言って。ワンモアプリーズ。シーン。オーフ。マジですか。いやいや、落ち着いて思い出そう。レベルアップって言ってなかったか。そう言ってたよね。ああ、いきなり始まった脱皮のせいでよく聞き取れなかった。いや、いきなり脱皮が始まるとかどう考えてもおかしいよね。これはつまりレベルアップの影響で体が一新されたから。とりあえず未だにくっついたままの古い皮を剥がす。うわ、背中の部分とか結構傷ついてんじゃん。これカエルの唾液食らったところじゃん。見えなかったけど結構ひどい怪我だったんだ。うん、そういえば潰れてた視界の一部も元に戻ってる。おお、レベルアップすると体力完全回復とか粋なことしてくれるね。うん、これは間違いなくレベルアップだ。心なしか体も軽い気がするし、すっきり快調。原因はカエルを倒して経験値を得たからだよね。とりあえずカエルを食べながら考えよう。順番に思い出していこう。最初はレベルが上がった的なことを言ってたと思う。そのすぐ後に脱皮が始まっちゃって混乱してたところに、天の声カリッがサラサラっといろんなことを言ってた気がする。思い出せ、スキル。そうだ、スキルレベルが上がったとか言ってなかったか。しかも1個じゃなかったよね。2個同時に上がった。なんで。そうだ、スキルの前になんか言ってたはずだ。スキル熟練度レベルアップボーナス。それだ。そうだ、そう言ってた。つまりレベルアップしたことでスキルの熟練度にボーナスポイントが加算されたんだ。だから一気に2個もスキルレベルが上がったんだ。上がったスキルは毒耐性と蜘蛛糸。へえ、糸もスキルだったのか。レベルまでは聞きそびれちゃったな。けど蜘蛛糸は出し続ければ案外簡単にレベル上げられるんじゃないかな。これはいい情報を手に入れた。まとめると、レベルアップすると体力が全開する。ステータスも上がった気がする。で、一番重要なのがスキル熟練度にボーナスが入るってことだ。どのくらいの量のポイントが入ってるのかはわからないけど、2個も同時に上がるくらいだし結構な量が入ってるんじゃないかな。となるとレベルを上げれば効率的にスキルを強化できるかもしれない。それにしてもレベルか。スキルなんてもんがあるし、あるかもとは思ってたけど本当にあったか。なるべく考えないようにしてたけど、この世界ってゲームみたいだよね。こうなってくるとゲーム感覚で生きていこうってなっちゃいそうで怖かったんだけど、もう手遅れかもしれない。だってちょっとワクワクしてきちゃってるんだもん。ゲーマー魂には逆らえないよね。次回は、雲ですが、何か、S1、日常が終わった日、11、ヒートを巻き巻き、ヒートを巻き巻き、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。